きました。今日は急行地下信号にご乗車くださいましてありがとうございます。ただいま時刻は0時13分を回ったところでございます。新内内ではお客様がお休みでございます。これから先夜間放送によるご案内は新内内でお休みのお客様のご迷惑ともなりますの でこの放送をもちまして特別な場合を除きまして明日の朝午前5時50分直江駅到着前まで放送によるご案内に休まさせていただきます。これから先夜間放送によるご案内ございませんので、途中駅でお客様上がり指示には十分にお気をつけください。特に自由席ご乗車のお客様、明日の朝直江津駅到着前まで放送によるご案内は休まさせていただきますので、乗り過ごしには十分にお気をつけください。それでは再度これから先たまります駅到着時刻をご案内させていただきます。次の停車駅は彦根です。次の彦根には0時48分、米原が0時54分、長浜1時14分、敦賀1時40分、武生2時4分、福井2時17分、小松2時50分、金沢3時12分、金沢には3時11分、高岡4時14分、富山4時28分、滑川4時40分、魚津4時49分、黒部4時54分、入善5時3分、泊5時8分、糸魚川5時28分、直江津5時56分、直江津には5時56分に着きます。滝崎6時30分、柏崎6時44分、大光寺7時4分、長岡7時14分、長岡には7時14分、三池7時37分、東三条7時47分、鴨7時55分、新津8時20分、亀田8時21分、終点新潟には明日の朝8時29分、終点新潟には明日の朝8時29分に着きます。新内内お休みのお客様にお願いいたします。お休みの際の現金の視聴品のお金には十分に受け付けください。お休みの際の現金の視聴品は必ず身につけてお休みをいただきまして、どうなに合わせないようにお願いいたします。またこれから先新内内での大きな声でのお話し声はお休みのお客様のご迷惑ともなりますので、ご静かにごゆっくりお休みください。車掌たるたび車内にはお伺いをいたしますが、ご用意がございましたら車掌室中向け6号車と1番後ろ1号車にございます。なおご乗車のお客様にお願いをいたします。これから先夜間写真撮影などで車内を移動されますと盗難などが発生した場合にお客様にご迷惑がかかる場合がございますので、夜間車内でのご移動はご遠慮いただきますようにご協力をお願いいたします。あとしばらくいたしますと寝台内グリーン車内の電灯を少々暗くさせていただきます。それではこの放送をもちまして特別な場合を除きまして明日の朝午前5時50分直江津駅到着前まで放送によるご案内一時休まさせていただきます。途中駅で降りのお客様乗り過ごしには十